こんにちは。今日はですね、私の家で飼っているペットを、まあ、大雑把にですね、えー、紹介していきたいと思います。えっと、あそこに水槽があるじゃないですか。あれがですね、おたまじゃくしですね。田んぼで取ってきたおたまじゃくしの卵。後でちょっとお見せしますね。で、その他他の生き物もね、水の生き物があそこに、あのエリアにあります。で、あちらにですね、鳥が1匹。鳥が1匹いますね。 あれは、赤生インコのピーちゃんです。で、今、ちょっと暫定的にあそこにね、成虫を置いてますが、今年から、あの、虫の飼育をですね、かなり力入れてまして、で、えー、虫を捕まえてくるとか、買ってくるなどなどして、で、卵をオスメスで産ませて、で、その卵をですね、孵化したら、ここの中でね、この中で飼育をしているというね、はい。 えー、それがね、こちらになります。はい。こんな感じ。大クワガタの幼虫、卵とで、こちらがヒラタクワガタ。これ取ってきたやつですね。の卵。で、その書類、一例幼虫がこの中に入っていて。で、これ、なんか白くて何なのっていう話なんですけど、これね、あの、禁止。あの、キノコのね、禁症ですかね。まあ、このように白くなっていて、 はいまあ、雑虫とかあのダニとかそういうカビにくいっていうのかな、はい、っていうのあるのとあとまあクワガタにとってすごく栄養価が高いらしいです、はい、でこのように卵が生まれるとこれだったまあ6月22日孵化で6月26日にこのプリンカップですねに投入しましたよっていうのをねちゃんと、えー、何番目っていうのが分かるように書いて、はい、これねここにいますね こんな感じで、大桑型のね、幼虫が、え全部で今15かなはい。15います。すごいでしょう。で、その、えっとね、この右にですね、平田ガタの卵と幼虫があります。これはフィギュアですね。昆虫フィギュア。で、あと卵とかもね、まだあります。まだ生まれてない、はい、大桑のね、卵とかもありますで。そういうのをね、ここで全部、はい、すべて管理していると。 いう感じですねで上には鳥、まあ、用のね、まあ、なんかランドセルとか餌とかあとなんか泊まり木みたいなそういうものもま雑に置いてますということで小鳥はねまあ、皆さん小鳥だったらね抵抗感ない方も多いと思うんですけどこれがですねちょっとピンと合わないんだけどピーちゃんですねあ来た来た来て来ただからまああの普通の人が見ても可愛いよ、ねはいインコの,ちゃんうちのね 人気者ですね。ただね、すごい警戒心が、ほら、攻撃的なんだよね。全然触らせてくれないし、はい。ほら、ね、まあ。ちょっと怖いけど、あの、可愛い,いはい。みんなに愛されてるピーちゃんがここにいますと。ね。でえ、次はね、ちょっとあれですね。あの、オタマジャクシがですね、ここにいるんですよ。これは、まあ、ちょっと皆さんあんま好きじゃないかもしれないけど。 こういうね、藻を入れるんですよね。これペットショップで買ってきた松藻っていうやつで、基本的にね、餌はこの松藻だけですね。はい。プレコの餌かなんかをたまにタブレット状のやつをここにポンって置いたりとかするんだけど、まあ、あんまり食べない。はい。この藻だけで、はい、えー、生きているという感じですね。これもですね、もう結構しばらく飼っているんですけど、どうですかね。 はい、まあまあ元気は元気なんだけどなかなかカエルにならないね足も生えないし、はい、もうしばらく様子見で、まあ、元気は元気ですよちゃんとね水替えもこういうブクブクとか買ってきてね、はい、で軽キ抜きとかまあちゃんとねその辺もきっちりやって、えー、飼育していますでここにですねまた違う生き物がいますこれはエビですねエビ拡大しましょうかエビが2匹 あとなんか貝,貝がねいたんで貝なんですよどんどん大きくなるそれも1匹飼っていますとであとこれもね捕まえるのはすごい苦労したんだけどヤゴトンボの幼虫のねヤゴを2匹飼っていますこれはあのなんですか岐阜の、ね、木曽川のトンボ池っていうところでトンボがいっぱいいる、はいまあ、そういうところがありましたそこでヤゴを取ってきました 私は別にヤゴ興味ないんだけど、うちの息子はね、一時あのヤゴにすごい興味持って。はい。で、こちら。私の一番今ハマってるのは、オクワガタの、はい。まあ、さっきお見せした卵とか幼虫とかあったでしょそれのね、えー、親。親がね、ここに2匹います。オスとメスですね。オスとメスペアで買ってきました。オクワガタってね、一時すごい高かったけど、 こちらね、おっと、これ大クワガタです。このオスをね、はい、こんな感じ。まあ私の X、ツイッターではですね、ちょこちょこアップしてるんだけど、こうやって YouTube でアップするのは初めてですね。はい、すごくね、温厚でピンと合ってない。温厚で、全然噛んだりとかしてこないし、あのー、すごく平田クワガタなんかと比べると、優しい。 おとなしいクワガタですねほんですごいあの警戒心が強い警戒心が強いんでなんか狭いところにね隠れるんですよねですごいあのでかいでしょ普通のクワガタと比べてねすんごいでかくてえっとねここの生態は個体は8 1ミリかなはいまあ今はね 90mm 超えるようなクワガタも出てきているんで続々と。 はい、ですので、す、ま、の、あ、そんなに大きい方ではないですけど、まあ、こんな感じでもうすぐ、ね、狭いところにこうやって隠れようとするという、ね、非常におとなしくて警戒心が強くて、うんでまあ、あのすごく、ね、人気ですね。昆虫ファンの人だからものすごいやっぱり、ね、性格的にも、ね、形的にもかっこいいし人気のクワガタです。でこちらが、ね、先ほどお見せした卵、うっ ああ、危ない。ああ危ない。めちゃくちゃ噛んでくるね、これ。メスは。びっくりした。すごい力強いね。メスが今噛んできました。あの、さっき卵、幼虫を今初めて噛まれた。あの、産んだオオクア型のメスです。55ミリぐらいあって、これかなり巨大な方ですね。普通のコクアのメスとかと比べたら全然でかくて。ヤマのメスなんかよりも全然、 でかいで捕まるね力がすっごい強くてちょっと待ってよこれ怖いな片手でこれ戻すことが難しいあまた噛まれるまた噛まれるやばいよしよしはいこんな感じうんこんな感じでねまあメスもやっぱり警戒心が強いんでこういうね木のほらの中にトンネルの中に潜っていくと多あのオスもそうですねすぐ潜っちゃう なので、まあ、優しい、温厚な、はい、オスメスペア。今はね、別々で飼っています。一時ね、まあ、ペアリングさせるために、まあ、同居させてましたけど、まあ、今も卵も産んだんで、下手に喧嘩しちゃあ、まあ、いけないんでね、こういう狭いところで飼うといいみたいですね。広いところがいいだろうって思うかもしれないけど、人間は広いところがいいのかもしれないけど、あの、クワガタにとってはね、狭いところの方が安心するみたいです。はい。で、まあ、今ね、あの、あちらに入っている、ね、 えー、卵とととか幼虫っていうのが、まあ、全部でここだけありますよということ今、プリンカップっていうちっちゃいねプラ、プラケースで買ってますけど、そのうちね、あの、いかにもあのマニアのボトルみたいなやつ、白いなんかボトルみたいなやつ、あれに入れて、はい。まあ、今朝もちょっと注文したんで、それ届いたら、そちらにね、順次、移し、移し替えをしていこうかなっていうふうに思っています。 なので、まあ、今年になってですね、この、まあ、メインはね、あの、キセインコのピーチャーなんですけど、それ以外にもね、水の生き物、はい、そして昆虫、で、それらの卵、みたいなものを、えー、まあ、今飼ってますよ、という感じですね。非常にね、あの、面白いです。楽しいです。あとはですね、ちょっと、これもマニアックなんだけど、ちょっとお見せしますと、 皆さんもペット飼ってますかね、はい、ちょっとね、もうなんか汚いんでね、あの、あんまりお見せできないんですけど、えっと、成虫については、えっとね、ここにノコギリクワガタかなのオスがいて、ここにもノコギリオスがいて、喧嘩しないように分けて、で、あと、えー、っと、ひたのオスかなはい、あ、これノコ、ノコですね。はい、ノコギリのオスがここにいますし、 であと、平田のオスとか、あ、これは平田のオスかなはい、これ捕まえてきたやつです。さっきの卵のね、お父さんですね。とか、あ,あとね、えっ、ー、と、平田のメス2匹がいるのと、あと、えここにね、平田たクヨガタの卵とかがね、はい、ここに、成虫も分けてます。食べちゃうらしいんで。はい、ですので、あの、卵が何個かあると。まあ、これはもうね、普通の、 こういう発酵マットで育てるつもりです。あと、産卵をするための、オークワガタのメスがですね、産卵するために使った、こういう木がありまして、産卵木っていうんだけど、そういったものの残骸というかね、まだひょっとしたらこの木の中に、木の中をね、ペリペリ割って、で、卵を採卵するんですけど、だけど、ひょっとしたら取りこぼしがあるかもしれないんで、まあこのようにね、まあしばらくはこうやって保管しているという感じですね。 はい、で、えー、昆虫のね、飼育グッズもこんな感じで、はい、ちょっと、はい、雑に全部ここの中に突っ込んでいますという感じで、えー、昆虫のね、えー、飼育を楽しんでおりますという感じです。はい。再び戻ります。ですので、まあ、今はね、あのように、えー、オクワガタね、えー、成虫出していますけど、 さっきメスに噛まれて痛かったね、やっぱり。やっぱりね、オクワガタはね、力が強い。普段はそんなにね、凶暴じゃないですけど、はい、オスもね、多分噛まれたことないんですよね。うん、全然なんかやる気がない感じで、ただね、まあそういうおとなしい性格がすごい可愛いですね。はい、昆虫って言ったら、ね、なんか気持ち悪いって言われる方も多いけど、はい、オタマジャクシも同様かな。オタマジャクシ飼いたいって思う人いないでしょう。 だからね、まあ、SNS、Twitter とかにアップしてもですね、まあ、みんなの反応がちょっと微妙なんですけど、すごい微妙なんですけどね、虫なんかもそうですね。ただね、虫好きの人はね、ちらほらいますね。はい。で、まあ、小鳥はね、もう誰が見てもね、はい。小鳥については、まあ、やっぱり、はい。まあ、うちでも人気者なんで。でね、この鳥かごなんですけど、キャスターがついてるんで、こんな感じで日中ね、 引っ張り出してきてピーちゃんをね引っ張り出してきてで火の当たるところにこんな感じではいこういうことをすることができますピーちゃんピーちゃんほらほら来た来た来たピーちゃん <laughs> まああの大桑のメスよりは、はい、痛くないかなはいだけど結構ね攻撃的ですね 可愛いんだけどね、攻撃的ですね。うん、まだまだね、元気で長生きしてほしいなと思います。はい。というわけで、まあ、こういうね、ここ最近はですね、まあなんか、幼虫の、ちょっとマニアではないんだけど、マニアの人すっごいじゃないですか。もう一部屋全部ね、何ですか。 あの、ブリードルームみたいなことやってたりとかする人多いですけど、私はまあそこまで踏み込んでませんが、まあこういう卵とか、幼虫育ったりとか、はい。鳥の世話したり、おまじゃくし餌やったりとかね。でまあ大クワガタこうやってね、たまに成虫で遊んだりと、え、いうことで、えー、楽しんでおります。はい。皆さんのね、飼ってるペット、ね、なんかも、え、ぜひ教えてください。え、本日は以上です。ありがとうございました。